机が散らかってますが、ごめんなさい。今日はちょっと出かけに行きたいので準備をします。まあね、今日は欲しいものがちょっとありまして、それを買うのと勉強をしに行くっていう動画を撮ろうと思うんですよ、これこの動画で。で、まあ準備をしなきゃいけないということで準備をしていきます。ちなみにもう朝ごはんは食べ終わりました。本当に起きて20分ぐらいです。ということで、今から洋服に着替えて、あのさ、私さ、顔すごいニキビあったっていうか、あのすごい何荒れたやん。で、本当はねメイクしていきたいんだけど、おでこ引いた方なんだけどまだあるから、あの今日はノンファンデで目だけやろうと思います。じゃあまずは着替えましょう。はい、一応着替えられたので、アイメイクだけして髪の毛まっすぐにしようと思うんですけど、ファンデーションとかそういう工程ないのはずいぶん楽ですねやっていきたいと思います。目腫れてる？そんなことない？最近本当にね、ユアグラムのアイカラーパレット01番をめっちゃ使ってます。なんか100均100均っていう人いるけどさ、普通にすごくない？最近のって。まあって感じでメイクやってきます。じゃあ間違えた、ドン。はい、ということで目だけやりました。ヘアアイロンで髪をまっすぐにして、もう時間がやばい。まあ別にぼっちだからいいんだけど、もう早めに出て早めに欲しいもの買って勉強したいので、本当はね今日ね8時半に起きるはずだったんだけど起きれなかった。よいしょ。ちなみにこの上にあの上着を着ていくので、上着つーか、なんつーか、パーカーつーかあの灰色のパーカーを着ていきます。相変わらず机が汚いんですけど行きたいと思います。そろそろ。ただですね、あのスイカをなくしました。すぐスイカなくすんですよ。どうしたらいいですかって感じなんですけど、ガッティ出ない。電車の時間までまだあと少しあるので、まあ10分ぐらい探してなかったらそのまま行きたいと思いますので、まああの探します、とりあえず。あ、ちなみにでも準備は全部 OK です。スイカありました、よかったです。ということで早速行きたいと思います。このカメラにチェンジです。音楽でも聴きながら行っちゃおうかなとか思ってます。でじゃーん、早速行ってきたいと思います。今着いたので欲しいものがサンキューマートに売ってるのでね、サンキューマートに買いたいと思います。ピンクが欲しかったのにピンクがありません悲しすぎでしょ。私これ目当てできたんですけどなかったですね。ないって、あ、無印行きましょう。無印行きたいと思います。おせんべい買いに行きます。ありました。あって、なんかとりあえずあの高くなってました。確か99円だったはずなんだけど120円になってましたね。まあじゃあ早速レジに向かいます。はい、まさかの N ちゃんと会いました。イエーイ、久しぶりということで、今から一緒にお昼ご飯を食べます。サイゼリアで今待ってます。足で会話してるみたいな。イエーイ。はい、今来ました。手を映ってもらっていいですか？イエーイ。ということで今から頼みます。来ました。何ですか？なんかねスパゲッティポモドーロ、なんかよくわかんない。あ、どうもありがとう。タラコソースシシリ風です。いただきま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 す。せーの、せーで、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ということで私もまあ勉強もしなきゃいけないですし、ゆるちゃんもこの後友達と遊ぶんだっけなのであのここで解散したいと思います。
ありがとう、今日は。こちらこそ。あ、うちだ、うちだ。ご飯食べれてよかった。また明日学校で。イェイ。イェイ。ということで、バイバイ。またまたサンキューマートに来てしまいました。やっぱりね、灰色でも欲しいということで買いたいと思います。買っちゃいました。買っちゃったらしっかり紹介します。はい、今帰りですね。ママにも帰り来てもらいました。雨だから、ありがとう。ということで車で向かって帰ります。ガウガウ。はい、帰ってきました。帰ってきてから暖房当たってたので皮が真っ赤です。なんでもないです、本当になんでもないんで、はい、でちょっと買ったものっつうか、もうこれしかないんだけど、買ったものを紹介します。紹介するって言ってもね、そんな少しだけだけどね。はい、じゃんと、もう一丁じゃんと買いました。あ、ちなみにね、今ね、ママね、ご飯作ってる、夜ご飯作ってるので音がするんですけど、まあ気にしないでください。ちなみにですね、これね、ピンクをね、私前買ったんですよ。ちょっとね、今ここの目の前にあるんだけど、こんな感じで今使ってるんですよ。シールを入れてまして、これが良すぎて、私本当ピンクが欲しかったのよね。なんだけど、まさかのピンク在庫切れっていうね。そんなことあるみたいな感じなんだけど、でもやっぱりこれ本当に便利だから、違う色でも欲しいなって思っちゃったので買っちゃいました。灰色2つ。ガチでこれ便利。今ね、そのピンクの方が、なん机に置いてあるやつはなんか勉強とかするときになんかノートに貼るシールとかそういうのが入ってるから、こっちはなんか違う、何、サンリオコーナー、私のこの後ろ側にあるね、タンスのね、上のところにでも置いたりとかしようかなとか思ってます。それかもうピンクをあっちに置いて、これ灰色をこっちに置くかって感じで今すごい悩んでます。これ思ってた以上に良かったんだから、もっと早く買えばよかったなっていう後悔がすごいです。これ持ってる人います？同じの。 いいよね、普通に良き、良くない？なんかガチのさ、お店みたいじゃない。いや、私なんでこれ2個買ったかっていうと、サンリオのシールを分けたくて、クロミちゃんとかシナモンくん、ハンゲドンとか他のキャラクターもこんな感じで入れていければなと思って買いました。本当なんと言ったらこの3段にしたけど、まあでもいいかもしんない、別に。いい、高い。めっちゃ高い。だからもう落ちるの心配だったら、もう裏になんかガムテープみたいなのでくっつけちゃって落ちないようにすればいいかなみたいな、まあ、そういうノリでいけます。買ったものはこんな感じです。はい、ということで今日はルーティンっていうか、なんていうかって感じなんだけど、休日に欲しいものを探すのとお勉強しに行きました。まあ、欲しいものはまあこれだったんですけど、実際ねサンキューマート以外はほとんどどこもね行ってないんですけど、スタバとか、そう、申し訳なくてマックで勉強したんだけど、そこをね取り忘れちゃって、それは本当に申し訳ないんですけど、マックでクワンタグレープの S サイズを頼んで勉強してました。なんて感じで、スタバでも勉強できたしマックでも勉強できてよかったです。でも今後一切1月2月は勉強外でやるのはもう終わりにしようって心に今日は決めてたので、今日がラストというか受験最後の外で勉強という感じでした。普通に楽しかったし、その後輩ちゃんにも会えたので良かったです。ご飯マジでぼっちでどうしようかなって感じだったので、会えて本当に良かったです。ありがとね。で、まあ受験近くて本当に勉強動画が増えると思うんですよ。本当にね、それは申し訳ないんですけど、一緒に受験生の方は一緒に頑張りましょう。無理せず頑張りましょう。それじゃあまたね、バイバーイ。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。